そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。私はスネージナヤの施設なのよ。私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。お会いしましたね。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。
意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよい。メガリレーを廃止してほしいです。何時の負けじゃ、エイ。はあ、ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。ええ、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失った者がこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。された心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず
真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。